去年5月31日、医療スタッフに支えられながら一歩一歩足を踏み出す山口優也さん。肺や血液などのがんで闘病を続け、その様子を SNS で発信していました。この投稿の6日後、優也さんは23歳で息を引き取りました。優也さんが続けた発信は一冊の本にまとめられました。タイトルは、がんになってよかったと言いたい。彼が残したメッセージをたどっていきます。優也さんは2016年に京都大学に入学。がんと最初に診断されたのはその年の秋でした。肺に見つかった影は10万人に数人しか発病しない珍しいがんと診断されました。抗がん剤治療や手術でほぼ完治しますが、2年後の夏には白血病を患います。細胞の移植を受けますが、翌年の春に再発。リスクの高い移植を受けましたが、その1年後にまた再発。これ以上の移植の成功率は1割にも満たないと告げられました。主治医もちょっと自信がないっていうような言葉も出たので、やっぱり主治医にそう言われるともう本当にすごく不安にもなるし、本当に何日もすごく悩んでたと思います。白血病と診断された時の気持ちを優也さん自身が語っていました。母親に電話をかけ、すぐに病院へ来てほしいと言った。何があったの？どうしたの？母親はそういろいろ聞いてきたと思う。僕はそれに何も答えられなかった。言葉が出なかった。もうな。あかんわ。それだけ絞り出して、電話を切った。どう生きるのか、あるいはどう死ぬのか、何がいいのか、そういうことについてすごく悩み抜きました。20代になったばかりで死を意識せざるを得ない病状。それでも目標に向かって生きた優也さん。土木研究者の父に憧れて入った研究室で、水害の対策に有効な町づくりの研究をしていました。それがまあ社会にまあどうやって生かされるのかっていうのに強い関心があったと思いますね。うん、やっぱそういうのは会話の端々にも言っていましたし、うん、しかし病状が悪化する中、ブログには葛藤の言葉も。入院した優也さんの机には全国から送られた応援の手紙が。いつか退院した優也さんが取りに来ると信じていました。結局取りに来れなかったんですけど、やっぱり取りに来てほしかったなっていうのもあってずっと置いてたんですけど、うん、自分のまま自分で取りに来いよって言って、ありのまま希望も葛藤も発信した優也さん。その中で挑発的な言葉を記すことも。数多くの批判とともに拡散されました。長期の治療の中で優也さんの命をつないだ献血、その不足を訴えるために出た言葉でした。
献血というとこうイメージとしてはなんかこう血が足りない方へのその血液のお裾分けみたいな風に考えていらっしゃる方がやっぱ国内には結構多いと思うんですけれども、死の淵に立たされながら自分で血が作れない、その中で血を待ち望んでいる人間がもう本当にその先に待っているというのをもっとたくさんの方々に知っていただきたいなと思っています。あえて批判される言葉を使い切実な状況を広めようとしました。もう一つ多くの人に知ってほしいと思っていたことがあります。それは15歳から39歳までの綾世代と呼ばれる思春期や若い世代のがん患者です。がんと診断される人は年間およそ100万人、その中で綾世代はおよそ2万人です。先週末オンライン上での交流会が開かれました。そこで語られたのはなんかこう1ヶ月ぐらい奈良市でこう仕事させていただいて、もうその次 の, とあの月から通常の忙しさみたいな感じになったと結構まだ体としてはまだ慣れてないし気持ちとしてはすごく不安の中でやってるっていうのを結構普通の、まあ、病気経験したことない方には分からない部分かなと思うので、ほとんどもう60代以上の方でちょっと孤独感をすごい感じてたんですけど、患者の数が少なく同じ世代と進学や就職、結婚などの悩みを共有できないことが精神的な負担につながっています。献血や綾世代の支援の大切さを知り発信を続けた優也さんが発した言葉、それが癌になってよかったでした。この言葉も多くの批判を受けました。その言葉の真意を優也さんから受け取った人がいます。26歳の椎名健さんです。白血病を患い闘病生活を送っていましたが、病気で全てを諦めようとした時、病院の中で優也さんと出会いました。彼はこういうふうに書いてます。がんになってよかったなんて言いたくない、でもそう言ってやれるくらい僕は僕の人生を強く強く肯定してやるんだと思ってますと書いてあって、まあがんになったということも含めて自分なんだと、そういう決意が最後まで治療するっていうところに現れているなと、まあ、思いました。僕はその時にすごく、まあ、彼のそのがんになってよかったと言いたいっていう言葉が、本当に彼自身の気持ちなんだなって思った気がして、受け取った優也さんの思いは今も生きています。がんになってそれで今の人生があるわけで、とにかく今がんになった自分の人生については昔よりはいいんじゃないかなと思います。そしてその生涯に寄り添った家族にも、しんどいとか辛いとかばっかりだと大丈夫とか頑張ってくださいっていうことばっかりを返ってくるんですけど、そうじゃなくって反対に元気をもらいましたって言ってくれる人が多かった。でそういうふうな発信ができてたことがすごいなって、状況の中でね、まあ、本当はねやっぱり生きてて欲しかったっていうのは正直ですけど、自慢の息子でしたね。僕にしか語れないこと、書けないこと、
そういうものがあるんだと、何が何でもやり遂げようというふうに言いました。